グーリンズブックのコーナーです。本屋大賞ノミネート作品であります。新潮社から出ています知念美希人さんの一つむぎの手。主人公平祐介は純正会医科大学附属病院の心臓外科医。医者になって8年目、そろそろ出向の時期に来ています。ある日、心臓外科医の赤石教授に呼ばれて、医局長の肥後太郎と共に教授室に入る平。赤石は明日から入る3人の研修医の担当医を平に命じます。このうち2人が心臓外科医に希望を出したなら、平を出向の希望である富士第一総合病院への選考への考慮をしようという取引を出しました。富士第一総合病院は関連病院の中でも開胸手術が多く、心臓外科医として経験を積むには最高の環境であります。反対に一人かの場合には、開胸手術などほとんどない沖縄の病院への出向となる。心臓外科医は過酷な現場のため、入局した医師は耐えきれずに、他の科に移っていくことが多くあります。平も3日も家に帰っておらず、家事と子育ては妻に任せっきり。研修医に心臓外科医の現実を知ってもらうのがいいのか、それとも反対に実態を悟らせない方がいいのか、悩む平。豪の、牧、宇佐美の3人の研修医に対して、平は実態を悟らせないことにします。しかし、心臓外科医のハードな実態を知っていた3人は平に距離を取り始めます。焦る平。そんな中、各医局にファックスで怪文書が送られてきます。心臓外科医の赤石教授が論文のデータを改ざんし、その見返りとして賄賂をもらっているという内容のものです。またしても赤石教授に呼び出された平は、教授自ら怪文書を作ったのが誰なのか調査するように言われます。なぜ僕なのですか?と言う平に、信頼できるのは君しかいないんだ。そう赤石教授に言われて断ることができない平でありました。研修医との信頼関係は築けるのか?怪文書の目的は?そして平は希望通りに出向できるのか?といったストーリーでございます。感想はですね、まあ、この知念美希人さんって方はね、もともとお医者さんなんですよね。で、現役のお医者さんが書いているので、その、医療的な場面のところはね、具体的でかつ、その小難しい風には書いてないので、すごくわかりやすく書いてあります。で、読んでいる途中にね、あらすじでも言ったように、怪文書が出てくるんですよ。で、このあたりで私読んでてね、うわぁ、また白い巨頭みたいにこの教授同士のこの足の引っ張り屋みたいになるんかなと思ってたら、まあ、そうではなくって、あくまでもこの平と三人の研修医たちの、その、まあ、信頼関係をどう築いていくかみたいな物語が中心になっています。まあまあ、その、さっきも言いましたけど、本当に具体的な場面が多いので、これね、映像化には持ってこいの小説じゃないかなと思うんですよね。まあ読みながら私の脳内にはね、こういろんな場面が映像化して読めました。救急医療でね、運ばれてくる場面だとか、バイパスの手術をするだとか、で、なぜかですね、私の中ではこの平がね、嵐のね、桜井くんになってるんですよ。桜井くんが吐く息って、私なんで桜井くんかなって思ったら、そうや、神様のカルテの映画を見たからやわ、みたいなね。もう単純ですよね。その時の、こう、お医者さん役でだいたい30代半ばで勝手に桜井くんがね、こう、平になってるみたいな、沖縄出身ちゃうのに、みたいな感じですけども。で、実はですね、この、本を買おうと思って近くの本屋さんに行ったら、もう売ってないんですよ。で、聞くと、まあ、取り寄せしてるんだけど、もういつ入ってくるかわかりません、みたいな状況で、もうそら仕方がないなと思って、またちょっと離れたところの本屋さんに行って、もうそこでもやっぱり、いやいやもう取り寄せないとないんですよ、っていうことで、本屋さんからね、ちょっと消えてる本なんですよね。売れてるんじゃないでしょうか。目次を紹介しますと、第1章が選択の温度。第2章が外科医の決断。第3章が追憶の傷跡。第4章が命を縫う。
そしてエピローグとなっております。この物語を読んでね、一番私が心に残ったフレーズがですね、この赤石教授が言うんですが、私たちはただ血管を紡ぎ合わせているんじゃない。患者の人生を引いては人そのものを紡いでいるんだっていうこのセリフがね、いいなぁと思いました。まあ、298ページあります。で、電子書籍もね、あるので、電子書籍が好きな方はそちらから購入していただいてもいいんではないでしょうか。著者の知念美希人さん、1978年沖縄生まれです。で、2004年から医師として勤務されております。2011年、レゾンデートルで、島田昌司さんがね、この選ぶ、バラの町福山ミステリー文学新人賞を受賞されています。で、2012年にこのレゾンデートルを、解題していますね。他がための歯。これ刃かもしれませんけど。っていう題で解題してデビューされています。で、他の著書にはですね、あなたのための誘拐、仮面病棟、次元病棟、崩れる脳を抱きしめて、などあります。